皆さんこんばんは、ふうです。最近、動画投稿できていなかったのですが、ディズニーに行った夜中から息子が体調を崩して、それが、娘と私にちょっと移ってしまって、ちょっと家族がちょっと疲れちゃったというか、はい、ちょっと体調不良でお休みしていました。で、娘も無事に、昨日なんですが4歳になりました。イエーイ。はい、お誕生日は全然できていないので、また元気になったら改めてやりたいと思っています。今日はですね、購入品の方を紹介したいと思います。最初に、ちょっと大きいですね、すいません。はい。チャオの7月号が出たので購入してきました。今回の付録がですね、こちらですね。はい。アイカツのカードとプリパラのカードがあったので、早速紹介したいと思います。はい、最初が、アイカツのカードになりますね。スペシャルコラボレトロイエローワンピとスペシャルコラボレトロレッドブーツの、はい、コーデになります。来月の茶を買うとアクセサリーがつくので、はい、コーディネートができます。はい、今レトロクローバーとっても可愛いので注目しています。はい、裏はこんな感じですね。はい、こちらが8月号でゲットできる予定です。はい、次にプリパラになります。はい、アロマちゃんのものですね。ホリックトリッククラシカルのターンクロスモスグリーントップスで、裏に、ボトムスですね。ターンクロスモスグリーンスカートがあります。で、友知系で、はい、アロマちゃんのがありますね。ちょっと見えづらいと思うんですけど、すいません。お誕生日がね、6月6日だそうです。うちの娘と変わらないんですね、そんなに。はい、こちらも使いたいと思います。で、はい、内容としては、プリパラが、はい、全員応募サービスがあるようですね。こちら、ソラミスマイルのサイリウムコーデになるみたいなので、はい、ちょっと娘と選んで、どれか一つまた頼みたいと思いますので、また紹介できればなと思います。はい、で、こちらは来月の付録の紹介ですね。はい、意外に、DVD なんですけど、娘が結構ね、見てくれるのです。アニメが入ってるのもあって、すごい楽しみですね。あとは、また来月は、アイカツのカードの応募者があったり、こちらですね。こちらが来月、はい、先ほど紹介しました、アイカツのレトロクローバーのカード、アクセサリーカードで、またプリパラのチケットもつくようですね。ラーラ1周年って書いてあるので、もうプリパラ1年になるんですね。まだまだね、我が家は全然、レベル的にも低いので、また頑張りたいと思います。まあ、こちらでは、あとはちょっとアイカツ情報とプリパラだけね、お知らせ、てか紹介したいと思います。今回はですね、ユニットの紹介がされていますね。ダンシングディーバとスキップスと情熱ハラペーニョですね。で、というのも、おそらくユニットカップが6月の12日から始まるようですね。多分そちらも兼ねてユニットの紹介をしているんだと思いますが、まだ我が家ちょっと全部ユニットドレス揃っていないので、ちょっとまた揃いたいなと思っています。あとは、はい、期間限定ステージのこちらですね。ちょっとゆりか様のが気になっているので、やりたいと思っています。
あとは、アイカツエイトの配布キャンペーン、まだの方はこちら確認してぜひゲットしていただけたらと思います。あとこちらですね、アイカツミュージックアワード、みんなで賞をもらっちゃいましょうということで、みんなマイキャラがもしかしたら出れるかもしれないということでね、うちも機会があるかどうかはわからないのですが、ちょっと映画は、はい、せっかくなので娘と見に行きたいなと思っています。息子を誘ったら、はい、断られました。あとはこちらですね、プリパラので、多分第2弾から、はい、アロマちゃんがね出てくるみたいなので、そちらの紹介と、あとはドリームシアターが今度5人ライブになるみたいですね。はい、友チケ4枚ということなので、まだまだ友チケ交換できていないので、ちょっとまた、はい、詳細と新たに上げて動画には別に上げたいと思っていますが、でコーデがちょっと見づらいとは思うんですが、6月にもらえるのはお誕生日ケーキみたいなコーデということでね、ちょっと娘には今ぴったりなのかなと思っているので、ぜひね、ワンコーデは、はい、ゲットしたいなと思っています。で、またあの、ローソンさんで、はい、プリチケプレゼントとか、イベントとかもあるみたいなので、あとは、ドレスデザインコンテストですかね。はい、ご当地の、みたいですね。ちょっと機会があれば娘と考えてみようかなと思っています。あとは新しいミルコレメーカーだったり、ミルフィコレクションの紹介だったりしていますね。あとこちらが、あれかな、ローソンでレアコーデをゲットということで先行発売をするようですね。うちちょっと近くにね、ローソンがないので、はい、機会があればちょっと行きたいなと思います。はい、こちら、チャオの、はい、紹介は以上になります。続いてですが、100円ショップに、セリアさんですね、今回ちょっと行ってきたので、紹介したいと思います。まずはこちら、レターセットです。はい、マイメロちゃんと、ミッキー、ミニちゃんの、はい。ちょっとお声をかけていただけるようになりまして、友チケとか、あとアイカツのトレード品とかに、ちょっと入れてこちらで発送したいなと思ったので買ってきました。あとは、はい、コンタクトレンズケースです。キキララちゃんの。ちょっと私コンタクトしてまして、ちょっと前使ってたケースがやっぱりちょっとボロボロになってきちゃったのと、衛生面を配慮して、新しいもの買ってきました。はい。あとはですね、もうスイッチデコ関係のものなんですけど、はい。ソースと、あとパーツ、3つ買ってきました。はい。最近ちょっとおサボり気味なので、また娘と頑張りたいと思います。はい、仲良しのお友達もね、ちょっとまたお誕生日なので、今ちょっと制作中です。はい、こちら、セリアさんでの購入品の紹介は以上になります。はい、明日、ちょっとお仕事お休みをいただいたので、ちょっと時間があれば、アイカツかプリパラプレイ行きたいと思っていますので、またそちらの排出結果とかも、後日動画で上げられたらなと思っています。はい。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録の方も、していただけるようになり、感謝感謝です。まだしていない方がいらっしゃいましたら、よかったら登録お願いいたします。コメントも待ってます。